いやー、最近はドカバトがはかどりますな。未来ご飯に合体ゾマス。この二人がいれば余裕でレッドゾーンもクリアできるぜ。お、霊夢。そんなところでどうしたんだ？早く次のレッドゾーン攻略に向かおうぜ。え？霊夢？もう、燃え尽きちまったぜ。霊夢。どうした？どうしてそんなに真っ白になっちまったんだ？ドカバトのな。うん？夏の大型キャンペーンが終わっちまったんだ。そうだな。結構盛り上がったもんな。なんだかんだ神引きさせていただいたことにより、ホプソトランクス以外はゲットできたんだ。もうさ、遊石もなくてガシャもできないから、何も考えられないぜ。あ、ガシャ熱が冷めちまったというわけか。だが、さすがにこればっかりはどうにもならないよな。私が帰ってきたぞ。あ、お帰り。霊夢のやつどうしたんだ？顔以外真っ白になっちまって。あ、簡単に言うと、ガシャができなくてドカバトのモチベが低くなってしまった結果みたい。なるほどな。おい、霊夢。なんだ？今の私は何も。新ガシャ来たから回してきていいよ。ワンモアプリーズ。新ガシャ来たから回してきていいよ。マジですかー？マジで？マジでやっていいの？あ、いいぞ。ただし250個しかないから50連しかやれないだな。よく250個も集まったな。今までサボってやってなかったミッションをやってたらたまった。なるほどな。それで、今回のガシャは何？今回はこちら。USSR の17号アイド18号の読解です。だいぶ動画を出すのが遅くなったがようやく出すんだな。はい、すみません。まあいいよ、早く回しに行こうぜ。50連しかできないから大事に使ってきてな。それじゃあ、レッツプレイガシャゲーム。はいはい、負けなしの流石250個でドッカン S を回していきたいと思います。今回の目玉はもちろん中央にいる17号&18号となります。しかしですね、今回はこの17号&18号もいいんですが、その他のピックアップキャラが豪華なんですよ。ほうほう、どれどれ。まずはこのゴッド悟空、シガップ以来の再録ですね。そして暴走ケールとカリケルコンビ、いずれも未所持だな。そしてビーデルは持ってますね。そしてラストは最強悟空、レジェンズでも実装されてた最強悟空か。この最強悟空も優秀なので、ピックアップ確定でほぼ勝ち確となっております。だいぶ回しがいのあるガシャじゃないか。50連で終わらせるのがもったいないな。そうなんだよね。本当は100連ぐらい回したかったけど、さすがに課金は厳しかったので、50連でまた神引きすればいいか。という結論に至りました。そんなポンポンと神引きなんかできないぞ。現に最後に回したホクソトランクスは、動画外で120連ぐらいしたけど当たらなかったじゃないか。まあ、そういうこともあるさ。だからこそ今回は期待していいんじゃないかと思ってるよ。もううまくいくようなゲームではないんだがな。というわけで、最初の10連はフル SSR しか出ませんでした。やっぱりピックアップ確定演出が出ないことにはちょっと厳しいかもな。さてお次は貴重な20連目になります。ちょっと演出が弱いですな。でも演出とは関係なく出る可能性もあるからちょっと見ていこうぜ。ニカリンもならなかったか。いやー、本当にフル SSR しか出てないな。流れが悪いな。どうしたら流れを変えることができるか。ちょっと踊ってみたら。確定だ。まさかあんな踊りで本当に来るとはな。え？え？さて何が出るかな？あ、これ今回のピックアップにいた隠れ新キャラじゃないか。確かにピックアップ確定演出だったけど、あんだけいるんだから、突然出てきて欲しかったよ。ちょっと残念なピックアップだったな。残りの流石は100個なので、20連か。とりあえず当たったから鍵かけておくかな。そんじゃ40連目行ってみますかね。おーい、
弟の17号を連れてきてくれよ。さっきがキックアップ確定だったからな。今回は仕方ないかもしれないぞ。いや、いらないよ。休憩会なんてもういらないよ。毎回キックアップ確定演出ちょうだい。主張が激しいな。だが画面に顔がかかっていないのはさすがにプロフェッショナルだな。エクレアフリーザ様しか当たらなかった。そんなこんなでとうとう最後の10連になっちまったぞ。うおー、頼む、最後に神引きを見せてくれー。天ちゃお、最後の最後に何か来るのか。やめ、あ、これは確か SSR 3体以上確定の演出だったっけかな。もしかしなくてもさっきの天ちゃおもこの SSR 3体以上確定演出の前座だったのかもしれない。別の日。ふう、いろんなミッションをクリアしてやったぜ。やはりドカバとは石の配布率がレジェンズに比べて高いよな。そういえば霊夢のやつ17号&18号当てることができなかったんだよな。ちょうどいい、龍石も少しだけ溜まったから10連だけ回してみるか。たまにはこの私が回してもいいだろう。もともと私の龍石なわけだし。ほいっと。え、あれれ、これって確か新キャラ確定演出だよな。出た。あ、当たったー。レイムー。なに？目玉キャラが当たっただと？あ、残念なことに録画外なんだ。この、バカ野郎。頼んだぞ、トランクス。ブローリー、火が高まる、あふれる。これはどう捉えたらいいのでしょうか。最初見た時はコラ動画と勘違いしたぜ。みんなもそう思ったよね。